本日お招きしました久保川澄香ちゃんでーす。まあ皆さんに説明するまでもない、歩道の、女帝といえば澄香、キャサリンといえば澄香、まあ誰もが知る、久保川さんですけど、みんなこれは初めはチーム名で行くんですよ。このだって走り屋回顧録って、あなたもう何歳になったわけですからそれがまあ大体20年前ぐらいの話を思い出してもらいつつ、今や女帝と言われ、たまにちょっと出てみりゃ単走で優勝しちゃったり、低迷してるかと思いきややっぱうまかったんだなあの女っていうところまで行くわけじゃないですかその人はどんな風に車を買うとこから成長してきたんだっていうことを話してもらうにあたり、はい、そうですよね。あなたは何、はい、いやこれねすごいもうあの回顧録見ててすごい思うのは、私には歴史がない。そう、意外とみんなチームとか持ってるんですよね。そうそう、私持ってないんですよ。ああしかも あのそもそもですよ、その大体女の子チームオレンジ、違う、まあ、チームオレンジもっと先ですから、そう、あの大体みんな彼氏がやっててとかなんですけど、私はドリフト始めて彼氏捨ててきたタイプなんです。もうそんなにいっちゃうの？もうそんなにいっちゃうの？車の免許何歳に取ったんですか？18ですね、私は。車の免許の前は何かの免許持ってました？免許は船ぐらいで。船船ね、あの今原付とかいうのを持ってこうと思ったけど、船船です、私は、ね、ウェイクボードとかやってたんですよ。はい、はい、そう。なんで車の免許の前？免許の前です。10代10代18歳の前に18歳のウェイクボードやってた。はい、15で始めて、おでなんかうちのお父さんなんか免許をいっぱい取らせたい人だったんですよ。で私なんかそのウェイクやる前に、その免許とか持ってないけど、うちお父さん飛ばすの運転手だったんですよそんでそ飛ばすの運転手、そうそう、で営業所がまあ各とこにあるじゃないですか、うち葛西だったんですけど。葛西、葛西、私今葛西に住んでおります近い東葛西惜しい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 、まあ、そうで、その営業所内とかで私、お父さんに運転させてもらってたんですよ。バスを、バスじゃない、普通の車を、普通の車を、まあ、広いじゃないですか飛ばすは運転させられないよね、さすがに無理ですね、そう。でももう小学校4年生ぐらいの時にはもうなんかこの線で止めてみろみたいな、もうリアルイニシャル D みたいな、飛ばすの駐車場だな、線が書いてあるんですよ、止まれって、でそこに止めてみろって言われて止めるじゃないですか、ちょっと降りてこいっつって降りるじゃないですか、全然タイヤが手前なの。いや、バスの運転手はさ厳しいね厳しいそう、でも思うわけですよ、あれなんかぴったり止めたはずなのに、なんでタイヤこんなに手前なんだろうみたいな。皆さんもありますでしょ、今でも。そう、なんか止まったと思いきや、ちっちゃいスミカちゃんはそう、ちっちゃいスミカちゃんは止めたつもりが全然タイヤの位置がずれてたりとか、その時は何乗ったんですか、お父さん。いや覚えてないですね。覚えて、そういうの大事だから。カローラとかだったと思う。カローラだけで言わないで、カローラ、レビンもあるわ、カローラ、GT もあるわ、さ、いろいろ。カロッツーに乗り換えたのは覚えてるけど、その前は何だったかちょっと覚えてない。カローラ2、カローラ2そうそう、カローラ2に乗ってたね。そうですね、そう、そんなことを結構やってたんですよ。で、お家の前の私有地で、あの縦列駐車とか、バックで止めるとか、結構やらせてもらってたんですよ、オートマですけどね。そう、だからなんか運転に対してはすごいこう興味があって。船の免許はどう？あ、そうで、船の免許はそこから出てくるんですけど。何歳で取れるんですか、船の免許？船は16ですね。私あれです、船出して、あの料理とか出せる人すごい免許持ってるんですよ。いやでもね、その船の運転自体はそんなしてないですよ。ただウェークでその引っ張ってもらってたんで、ずっと、だからなんか取った方がいいよとお父さんが言って取りに行ったってことです。船です。こういうんじゃなくて、そう、ジェットじゃなくて船の方が、その、あの波の置き方が大きいんです。でも全然私はあの引っ張られる側で全然運転しなかったんですけど、まあ、万が一も乗れるだけの資格は持ってたのね。なんだっけ、はい、だからもう意外とそのバイクとか車、まあ、車は多少ね、お父さんのその影響があったんで、あれですけど、そう、バイクとかも全然乗ってなかったんですよ。ウェイクボード、そう、でもドリフトっぽい、ハイソサエティの匂いがしますねまあでもほら、人々が NSR50 乗って膝吸ってる頃に、あなたはウェイクボードをやって、海の上でドリフトしてたってことですよ。そうそうそう、でも一緒ですよね。それは何か目指してたんですか？何も、全然。レジャーですか？レジャーです、レジャーですか？もう、はい、大会に出るとか、ホビホビ、はい、ホビね、でしたね。免許取るんですか？高校卒業して取った。卒業
と同時だとか、私誕生日が2月だったんで、うん、高校行ってる時は卒業寸前に取った。あ、そうですね、はい、うん、何のために？え、もう運転するためです。もうとにかくその操作することが大好きで、昔から。だからもう私も飛ばすの運転手になるのだ。それはなかったかなそう、でもなんかいつもお父さんのバスの前に乗って、お父さんが運転してるの見たりとか、うん、電車乗ったら一番前まで行って、うん、こうなんか操作してるの見たりとかをずっとやってって、うん、でも必然ですよね、もう、うん、とにかくドリフトがしたいとかじゃなくて、うん、運転がしたい、うんうんうん、一心で撮って、うん、でもその日の夜にお姉ちゃんを拉致って、うん、でなんかこう首都高をなんかちゃんと乗れたら一人前だってお父さんに言われたんで、すぐ首都高に乗って。車は何ですか？それカローラ、カローカローラ2ですか？カローラ2かな。カローラ。カローラだったと思う。多分。そこからなぜスポーチーな運転になってしまったんですかね。そうですね。なんでなんですかね。そこの天気はどこで来るんですか？天気はその18歳の5月ぐらいに。はい、早いですね。3ヶ月後ですね。当時付き合い出した彼氏がいたんです。はい、その彼氏が夜なんかあのレンタルビデオ屋さんに行ってイニディ。皆さんもご存知ですね。そう、ニディのなんか劇場版みたいなやつが DVD になったんです。で、それ見ようってアニメですね。そうって言われて一緒に見たんですよ。それで初めてその走り屋の世界を知ったんです。その時のボーイフレンドは走り屋だったんですか？全然違います。全然違う。イニシャルで見たいだけだったね。そうです。それで、そうでなんかこう移入やっぱするんですよね。で、あのスタンドで私も働いてみたいみたいになって。なぜ？なんか雰囲気が良かったんですよね。何が良かったかよく覚えてないですけど、スポーチーな車とのファーストコンタクトがイニディのアニメ、はい、うん、でも車の走りというよりもなんかあのスタンドで行われるやり取りがすごく興味があって、なんかいいなみたいな、うんうんうん、はい、だけど、うん、まだ それで終わって、うん、なんか車買おうとかそういうのになったわけではなかったんです。あと当時の彼はスカイラインに乗ったんです。あのちゃんと型式まで言ってください。そうね、今覚えば33の GTS、 お今覚えば ST じゃない、うん、はい、一緒にイニシャルで借りに行った彼氏がそう2枚ドアの、うん、でもオートマだったんですね、うん、それでなんかマフラーを交換するとか、うん、そういう次元の話の感じだったんですけど、うん、そうまだあなた何の雑誌とかも買ってないですね。あ、まだ買ってないですね。イカ天とか見たりもしてないですね。まだまだしてないですね、はい、いいですよ。そうで、そのまま暮らしてって、うん、で19になったぐらいに、うん、なんか解体屋さんと知り合ったんですよ。なんで？そうね、出会いが何だったか覚えてないんですけど、まだ自分の車も買ってないですね。まだ買ってないです、はい、そうで解体屋さんと知り合って、なんかニスモフェスティバルとか連れてってもらったり、うん、どうしてそんなに飛躍するかな。なんかそれいきなりすぎだろう。それがその解体屋さんがもともと86乗りで、うん、86もレビ乗ってて、うん、そうそう、それでランドはいや、分かんない分かんない、もう全然分かんない。そうで、もともとドリフトやってたけど、うん、今はもうカシューの、うん、あのレースとか出てる。カシューのレース、そこだけマニアックじゃねえ。そうそう、カシューのレースをやっていた。 それで結構見に行ったりとかしてて、濃いね友達、いきなり。そうなんですよ、うん、ほんでなんかレースっていいな、やっぱもともと競うとか一番取りたいとか。そのザンザンの GTS 乗ってる彼氏がやきもち役でしょ、それじゃあ。あ、どうだったんですかね。俺も知らないぐらい先行っちゃってんだ、うちの彼女は。そうですね、まあ、結果そういう感じで私に捨てられていくんですけど。あ、そうなんだ。結果ね。そうそう、こいつはつまらんで。そうなんですよ、あのほら、もうこいつオートマだ、俺と車どっちなのみたいな、よくあるやつね。あなたがマニュアルだったらまだいいんですけど。いやいや、もうそんな次元にも乗らないですよ、もう、うん、その私にやりたいことを邪魔するやつはもうね、ダメだよね。そう、そうなんですよ。つって、まあ最終的に彼は捨てられちゃうんですけど。そうそう、まあ、でもその歌手のレースを見に行ったり、そうそう、解体に通ったり、そう、うん、でやってたら、うん、その彼がなんかスカイラインを、うん、その解体屋さんが、うん、なんかさ、それは GTST ですね、だから、うん、あの台北をなんか仕入れてきて、でなんかどっか神奈川のどっかに行くのに、なんか峠道をこう昼間ですよ。オートマの彼だよね、それ。あ、それ違う、そっちじゃないです。あの解体屋さんが、ね。解体屋ね。で、そしたら突然ドリフト始まったんです。うん、昼間に、その山に行くとか、うん、走りに行くとかじゃなくて、うん、突如、うん、突如、突如、突如、うん。で、なんじゃこれみたいな、まだ開いてたんですよ。うん、でもうビューって横から風入ってきて、それは峠道？峠道です。峠道。そうだけど、それはただ峠道を通って向こうに行くだけのはずだったのに、
そうだからなんかスポットに走りに行くとか、うんうん、そういうんじゃなかったんですよ、うん、で衝撃を受けて、うん、衝撃を受けたその日だったのかな、うん、なんかすごい近い時に富士スピードウェイを見に行ったんですよ、うん、で1コーナーあたりであれドリフトしてないけど4輪滑ってんだぜみたいなグリップの人が走ってて本コースです、ね、でなんかその時になんか私もちょっと頭が硬かったんでしょうね、うん、なんかあのレースやりたいなってなんとなく思ってた時にそんなん見ていきなりそこなの？そうなんですなんでレースがやりたくなるの？いやなんでなんですかね車も持ってないですよまだそうなんですよ、うん、って言ってその頃に、うん、ヤフオクでインプのタイプ R をこうやって、うん、もうやる気満々なの？やる気満々だったんですよ、うんうん、そうなんだけどなんでかそっからなんとなく形が似てるからかわかんないですけどなんか180の方にスイッチしてたんですよ、うん、その探してるものが、うん、でその目指してたタイプ R は落札できなかったんです、うん、110万ぐらい当時、うん、でなんかよくわかんないけどなんか YT の方になんかスライドしてったんですよ、ね、そこイニシャル D の影響ないの？せっかく見たのに。いやあると思います、うんうんうん、で私なんかそこちょっと断片的なんですけど、うん、多分そのやっぱ突然ドリフトをされてなんじゃこりゃってなったのと、うん、そのドリフトやったらグリップもうまく走れそうっていうんで、うん、多分ちょっとドリフトの方に移行してったんだと思うんですよね、うん、私だからそれでその神奈川に当時学生でいたんですけど割と買いました、うんうん、でその彼氏がこう邪魔してくる邪魔してくるじゃないけどそれは元々タイプです。あの、はいはい、サンサンのね、うん、彼がね、うん、俺と車はどっちが大事なんだっていうあの逆バージョン。あなたのマニュアルですね、はい、あなたのマニュアルですね。私マニュアルです。ターボのマニュアルですね。そうそうそう彼はオートマの NA ですね。そうそうそう、はいはい、だからピッてされてしまい彼は、うん、そうで私は千葉に地元の千葉に戻ってきて、うん、誰も友達もいない中突然ドリフト始めるっていう、うん、あれまたえそこをもうちょっと細かくしたいとこですけど時間どうなんですか？でしょ無料の時間は終わってしまいましたからね。残念です皆さん。なわけで、うん、一回切りますけど、はい、有料の方はこのまま続きますからね。こっから大事な話、はい、じゃあ無料の皆さんさよなら、さよなら、また会えるといいね一回切ってください